ヤリマンボウは、世界中の温帯、熱帯の海に生息する、マンボウ科の海水魚。日本でも、日本海や伊豆諸島近海などで見られる。外見上は、マンボウと似ているが、口びれに突起粒があることで、区別できる。外洋に生息し、発見例は少ないため、生態には未だ謎が多い。ヤリマンボウは、世界中の温帯、熱帯海域に生息している。海面近くでは、普通見られないが、寄生虫等のために、調子の悪い個体などが、稀に姿を現す。日中は、ほとんどの時間を、水深5メートルから200メートルの海中で過ごし、夜には100メートルから250メートルまでの深さに位置することが多い。摂氏20度以上の水温を好むものの、外敵から逃れたり、餌を得るためにしばしばそれより、水温の低い深度まで潜ることがある。また、670メートルまでの水深で見られることもあるため、水深1000メートル以上潜ることもあると推測されている。メキシコ湾の個体についていった調査では、1日に平均で10キロメートルを泳ぐことが分かっている。硬骨魚綱で最も大きい種の一つである本種は、成体で全長 3.4 メートル、重量2000キログラムにまで達する。目は、マンボウ属の魚よりも、前方の頭部についている。両顎の歯は、くちばしのような板として、それぞれ一体化している。背びれと尻びれは、体の後方に位置し、背びれの基底部は尻びれのそれより長くなっている。尾びれの位置には、背びれと尻びれの一部が結合した舵びれがあり、18から20のヒレ状がある。舵びれの中央のヒレ状は、脊椎骨に支えられており、三角形の突質を作り出している。この突質は、本種の幼魚期に見られる尾びれの名残であるとの主張もあり、議論が続けられている。皮膚はマンボウよりも細かい小糸状の突起で覆われている。体色は銀色で、体側面の上部は灰色がかった茶色から黒色。背びれと尻びれは濃い青灰色で、舵びれには青白い縁が見られることもある。近縁種のトンガリヤリマンボウは、突出した顎などで本種と区別されるが、それらは同種の性別間による差異で、この2種は別種ではないという主張もある。水面近くのヤリマンボウ本種の泳ぐ方法は、他のマンボウのそれと類似しており、長い背びれと尻びれをオールのように使い、水の中を進む。小さな胸びれは、体の傾きを調整するために、一定のペースで動き、一方、舵びれはその名の通りだの役割をする。ワカナは、プランクトンや海面動物、成魚は、クラゲやオキアミ、小魚などを食べる。本種の体表面や、頬の内部には時たまコバンザメがついている。1949年には、ノースカロライナで、右鰓球の内部にコバンザメが入った状態の本種が発見された。コバンザメがその個体の呼吸を阻害したために砂浜に打ち上げられたところを地元の漁師が発見したのである。マンボウは卵生で魚類の中で最も多くの卵を産むと言われる。幼生の肌は粗く、トゲに覆われている。このトゲは成長に従い減少し消えていくが、体長70mmに達する頃まで痕跡が残る。その体色は体背面が焦げ茶で、側面から腹面にかけて明るい色になる。本種の寿命はおよそオスで85年、メスで105年とされている。かつては腸や卵巣などだけが売られたの部分は廃棄されていたのに対して、近年台湾では本種の魚肉の需要が増加している。花蓮県では2002年から、マンボウ肉の消費促進を目指した祭り、花蓮マンハキが開催されている。4月から1ヶ月続く、この祭りは様々なマンボウ料理を目玉として12万人ほどを集客する。結果として、台湾東部でのマンボウの漁獲量は大幅に増加しており、本種はその 90% を占めている。2005年には208トンが水揚げされ、1年のマンボウの漁獲高は100万 US ドルにまで達した。この大幅な漁獲量の増加が本種の個体数に与える影響については現在各方面で調査中である。一般に水族館で見られるマンボウはモラモラであるが、ヤリマンボウも水族館で搬入されたことがある。多くの水族館で飼育されているマンボウとは属自体が異なっており、発見例が少なく謎多き種である上に飼育も困難であるため滅多に水族館に搬入されることがないが、2009年3月と2018年3月に美ら海水族館に、2016年3月に桂浜水族館に、詳細は不明だが2019年12月に室戸廃校水族館に搬入されていた。ありがとうございます。